これからどうする？研ぎ澄ませ。ジョーカー、種に変わって見ろ、危ベル様は、主の言葉に耳を傾けなさい。我が決意の証を見よ。ベル様、行きます。ハンターが死ぬほど誰が手当てを。主に代わって主の言葉に耳を傾けなさい。くらえ。何を、ペルソナそれ、我が半身引導を渡す。でも同じこと。この状況は、うん、主の言葉に耳を傾けなさい。いろいろな技を使ってみないと。敵の相性を調べる必要があるな。主に代わって、ジョーカー、やってしまった。勝つんだ、ジョーカー。見ろ、危主の言葉に耳を傾けなさい。よし、ベルソナ、主の言葉に耳を傾けなさい。抵抗しても同じこと。主に代わって、ジョーカー、な、行きますよ。見ろ、あ、危ない。主の言葉に耳を傾けなさい。エルコマ、くらいな。それ、我が半身。抵抗しても同じこと。ほら、黙り。主に代わって、ジョーカー、出て、勝つんだ、ジョーカー。行きますよ。見ろ、あいつ何かやろうとしてるぜ。あ、主の言葉に耳を傾けなさい。違う、無駄だ。いつも前やつめ。
種に変わってエルザよしエルソナエルソナエルソナこれで行きますよデルソナ！愚かな！サラちゃん！敵をよく見るんだ！やめて！違うな。つけておこう。さっ。宝箱発見！おい、ちょっよし終了
発見だ。正体を見せろ。先制攻撃チャンスだ。銃撃で弱点が消えるはず。超感覚クイーン。バトンタッチすれば弱点がつけるな。バトンタッチすれば弱点がつけるな。やっちゃうよ。まだ終わらないぞ。セルフチャンス。弱点をつけるな。セルフだ。踊れっかファイターさん。もっともっと。ホールド。マジだ。やったー。ライアンは何時？何時は我？今が引き際だ。さて、宝箱発見だ。きっといいものが入ってるぞ。暴いてやる。何者だ。助けて。ワードライダー。先制攻撃チャンス。弱点をつけるな。食らえ。敵を撃破。弱点狙いは無理そうだな。やってやる。狙えるな。いったー。自分の実力が怖いな。助け。自分の実力が怖いな。自分の実力が怖いな。よし。余裕だぜ。
宝箱。中継の格好ですね。次は三体。やるぞ。銃撃で弱点がつけるはず。バトンタッチすれば弱点がつけるな。了解や。やったぞ。バトンタッチでさらに攻撃だ。カルベン。パーサ。パトモポー。メルソナ。踊れ。撃破！お？気づいたか？怪しいよな。よし、行こうぜ。暴いてやる。どうだい？今が引き際だ。一歩前進だ。さて。正体を見せろ。何この数字？先制攻撃じゃ。ヘルソナ。チャンス。弱点をつけるな。そこが。おお。超感覚クイーン。ヘルソナ。奪い。おお。超感覚クイーン。ヘルソナ。弱点が狙えるな。まだ終わらないぞ。銃撃で弱点がつけるはず。あーだ！もっともっと！動かないで。ガチで行くよ。いい子言えるぞ。敵みたい。なかなか強いぞ。ヘルソナ！つけるんじゃないか。これだ。
敵は残り2体。行くぞ。行き過ぎ。敵残り1体。最後の詰めだよ。ほら。ダッセー。ダッセー奴ら。鮮やかな勝利だ。さて。まあこんなもんか。さて先を急ごう。気づいたか？感じるぞ。よし、いけるぞ。
正体を見せろ。こんな状況に娘は先生には銃撃で弱点がつけるはず。自分の実力は怖いな。シャドウ発見だ。見当たらないな。覚悟しな。動かないで。すっげえ。はあ、それよかさ。ふん。ぐ、しかし、ほらほら。マジ最悪。銃撃で弱点がつけるはず。ざまねえな。それよかさ。
銃撃で弱点がつけるはず。初めてだな、ジョーカー。よし、研ぎ澄ませ。何か暴いてやる。何者だ。潜入作法。先制攻撃チャンスだ。弱点がわからないな。いろいろな技を使ってみないと。倒せなかった。弱点がわからん。弱点は見当たらないな。そんな。この状況は。弱点がわからない。いろいろな技を使ってみないと。キャプテンキッド。敵がダウンだ。動かないで。ガードやんじゃないか。見せろ。どうだい？一旦引こう。さて。
ーフルームが近くにありそうだ。ジョーカー、どこかに研ぎ澄ませ。正体を見せろ。先制攻撃チャンスだ。弱点がわからないが、いろいろな技を使ってみないと。敵の相性を調べる必要があるな。ざまねえな。いいかいやるぞ。感じる。この距離暴いてやる。何者だ。よし。余裕すぎ。歯ごたえない。感じるぞ。宝箱発見だ。きっといいものが入ってるぞ。今敵の弱点をつくのは無理そうだな。違う。電撃が弱点だな。うまく狙え。
よし。うん、助かった。体力に強くつけるんじゃないか。キャプテンキッド、敵がダウンだ。へい、スカールやるじゃないか。どうでしょうか。へっ、ダッセーやつら。よし、勝利だな。よし、暴いてやる。何者だ。オンライン練習中。よし、こっち銃撃で弱点がつけるはずなのみたいな。おお、じゃあかっこいい。これで終わりだ。ああ、めんどくせえ。よっしゃ、次次。うん、ご苦労様。さて。余裕だぜ。この辺りなんかあるぞ。おい、これ。ジョーカー。いや、違うと思うぞ。たっ。いやいや。何か見える。
ジョーカー。感じるぞ。研ぎ澄ませ。感じるぞ、感じるぞ。いつでもやれるぞ。暴いてやる。何者だ。よし、こっちだ。銃撃で弱点をつけるはず。我が輩にかかればこれぐらい余裕だ。感じるぞ。あいつに狙いはつけた。何か。タイミングは任せるぜ。やれるぞ。前に気をつけろ。警備をさらに強化しろ。ネズミが到着する。弱点がわからないな。いろいろな技を使ってみないと。弱点は見当たらないな。全部サキバス。違うな。まだやれる。これだな。我ながら惚れ惚れする。弱点がわからないが、いろいろな技を使ってみないと。弱点がわからないが、いろいろな技を使ってみないと。敵はダウンだ。スカーでやるじゃないか。もう誰んが。今はそいつと話してもダメみたいだ。もう誰んが。今はそいつと話してもダメみたいだ。これでしまいだ。いいか言えるぞ。弱点を出した限りはなさそうだ。どうした？ビビってんのか？弱点狙いが無理そうだな。やっ！
思いをベルサマーもう奪え切ったスカーでやるじゃないか引っ込むぞいいかやるぞ思いは俺の守りベルサマーこれで敵は2体油断は禁物だ銃撃で弱点がつけるはずさあ観念しな言い換えるぞよしレベルアップ熱い技だろ。うん。お、お。よし、行こうぜ。今の大し。さて、よっしゃ余裕だぜコップと捕まえろGreat, bye.
奪い！
サルがやられた。助けが必要だぞ。覚悟はできてんだろうな。ジョーカー大丈夫か。ジョーカー返事をしろ。さて、さて、生徒が鴨志田様に敵に完全に目をつけられた。まともに戦ってたらキリ。今敵の弱点を突くのは無理そうだな。暗いだよ。ワクリア、パイザー素敵だ。スカールもなかなかやるな。弱点をつけるスキルはなさそうだな。あーりゃーヤンズは開いた。まずい。スカルダウン。ジョーカーダウン。しかし許さないかね。よし、こ弱点をつけるスキルはなさそうだな。この技じゃない。電撃が弱点だな。うまく狙え。
違うな。ここから弱点をつける。敵は残り2体、行くぞ。鮮やかな勝利だ。さて、こんなもんでへばってないよな。遅れを取るんじゃないぞ。何か。宝箱発見だ。きっといい。
弱点がわからないが、いろいろな技を使ってみないと。よっしゃ、研ぎ澄ませ研ぎ澄ませ。宝箱だぜ。感じるぞ。暴いてやる。何者だ。俺をどうするつもりだ。こちらを強く警戒してる。正面から戦うのは得策じゃないぞ。弱点狙いは無理そうだな。ここでペルソナだ。引導を渡す。やるなら一思いに銃撃で弱点をつけろ。来い。チャンス。弱点をつけるな。来い。おお、召喚力解放。銃撃で弱点をつけろ。ざまねえな。許してやるよ。生意気な。何最悪。今敵の弱点をつくのは無理そうだな。せーの。早く解放せよ。銃撃で弱点をつけろ。いただいていく。敵を撃破。
さて。シャドウ撃破だ。やるか。やるか。じゃ。よし、行こうぜ。お宝とか絶対ここだろ。っていうか、なんか浮かんでる。何これ。そいつがお宝さ。ついに見つけたな。まあ待て、ここまで来れたら話そうと思ってたんだ。お宝は場所を突き止めただけじゃ奪えない。実体か。欲望にはもともと形なんてないからな。自分の欲望が狙われてるお宝だってことをまず本人に自覚させなきゃいけない。欲望を奪われるって強く意識させるんだ。そんなのどうやってやるの。本人に予告してやるのさ。お前の心を盗むぞってな。予告状かよ。まさに怪盗じゃん。そうすればお宝は絶対に出るはず。またそれかよ。けどやってみる価値はあんな。これで潜入ルートは確保できたぜ。あとは現実で予告状をぶちかましてお宝をもらいに行ってやるだけだ。いよいよか。その息だぜ。現実で予告状を出したら引き返せないぜ。まあその気になったら言ってくれ。アジトに戻って予告状を出してやろう。さてと。おう。
何かご用ですか？囚人を正しき道、さあ、たどるべき道は？可もなく不可もなくといったところですか。引き継ぐ技能を選びなさい。可もなく不可もなくといったと、可もなく不可もなくといったところですか。これでよいのか？過度な力は破滅を招きますよ。貴様では扱いきれまい。これでよいのか？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 かもなく不可もなくといったところですか。かもなく不可もなくといったところですか。これでよいのか？これでよいのか？これでよいのか？過度な力は破滅を招きますよ。貴様では扱いきれまい。可もなく不可もなくといったところです。これでよいのか？すぐ技能を選びなさい。たどるべきに貴様では扱い、貴様では扱いきれない。かもなく不可もなくといったところで、これでよいのか？可もなく不可もなくといったところですか。合体です。や、見るのですか？登録を行うのですね。本当にいいのですね。閲覧なさい。このペルソナですね。これで落ち着きが足りないようですね。このペルソナですね。もう終わりか？時間です、囚人。よーし。いいか？
そうだ。なんだ？おい。おい。おい。成敗してやろうぜ。おいおい、誰にするの？あら、いらっしゃい。
学校は問題。それ、保護士ってのはな、月に2回ただでさえめんどくせんだ。いいか、一人で勝手に野垂れ死ぬならまだマシだ。だが中には他人を巻き込むバカもいる。世の中にそんなバカが増えねえように、こっちで目を潰してやってんだよ。どうした？はあ、もう。 分かってるって、いつものやつだろ。それじゃ、見ての通りだよ。仕事にプライベートにお忙しってやつだ。お前が手伝ってくれるとすごく助かるんだけどな。ホノセルじゃないの。ただでとは言わねえよ。手伝ってくれるなら、そうだな、コーヒーの入れ方とか教えてやるよ。 悪くないだろ。よし、それじゃ取引成立ってやつだな。怪盗団とは言っても君は未成年。 生活の基盤を支えていたものがいたはず。しかも君が怪盗団であることを知りながら、あの喫茶店のマスター、協力者だったんじゃないの？我は汝、契りはすなわち我、法王のペ。 よし。